マリカ、今どこだ？学校だけど。今すぐそこから逃げるんだ。何言ってるの？すぐに学校出ろ。今日卒業式だよ。もうすぐ始まるし無理だよ。卒業式なんか出てる場合じゃないんだ。今すぐ飛行機でじいちゃんとこに行け。は？おじいちゃんちって北海道だよ。チケットは取った。メールで QR コード送ったから、それをタッチすれば乗れる。ちょっと待ってよ、理由教えてよ。説明してる暇はないんだ。そんなんじゃ納得できない。高校最後の卒業式だし、この後写真撮ったり、みんなでカラオケ行く約束なの。ママが近くに来てるらしいんだ。は？ママは亡くなったんじゃないの？すまん、生きてる。お前が1歳の時に離婚したんだ。嘘。ひどい女でな、産後すぐ酒を飲み始めて暴れて、とてもじゃないが育児ができる状態じゃなかった。そうだったんだ。たまに金の無心をされていてな、離婚したから払う義務はないんだが、マリカに会いに行くぞと脅されて仕方なく。なんかやばい人だね。いつもは振り込むんだが、今日はなぜか直接取りに来ると言って聞かないんだ。これはパパが悪いんだが、ついポロッと卒業式のことを言ってしまったんだ。別にいいじゃん。よくないんだよ。最近の高校生はお金持ってるし、ジジババからの卒業祝いもあるはずねって、完全にお前の財布を当てにしてるんだよ。げえ、マジやばいじゃん。卒業式めちゃくちゃにされるぞ。うっそ、もう最悪なんだけど。頼むから早く飛行機に乗って北海道行ってくれ。先生には俺から話しておく。やだよ、写真撮りたい。体育館で暴れ回るぞ。恥かいてもいいのか。それもやだ。お前の母親を知らないからのんきに言ってるんだろうけどな、あの女は化け物だ。何もかもぶっ壊されるぞ。そんなにひどいの？後悔する前に早くそこを出ろ。もう最悪だよ。着替えはどうするの？北海道で買え、急ぐんだ。私はマリカ、18歳の高校生でしたが卒業しました。式に出てないから実感ないけど、マジで最悪です。卒業式の後みんなと遊ぶのすごく楽しみにしてたのに。私が物心ついた時には母はいなくて、パパとおばあちゃんと暮らしてきました。おばあちゃんは優しいです。パパはいつも仕事が忙しいのか、土日もあまり家にいません。でも学校は楽しいし、私は毎日幸せでした。私はママから逃げるため先生に事情を話して学校を出て飛行機に乗りました。でもまさかあんなことになるなんて、この時の私は想像すらしていなかったのです。翌日。昨日結局どうなったの？化け物は学校に現れたの？保護者席に座ろうとしていたところを間一髪のところで引きずり出したよ。え、中に入ってきたんだ。てかパパ学校行ったの？そりゃ行くさ、変なことしないように見張っとかないと。じゃあ最初からパパが来てつまみ出してくれてれば、私卒業式出れたくない？昨日は間に合ったからよかったんだ。もし間に合わなかったらどうなってたか。別に逃げなくてもよかったんじゃない？私が知らんぷりしてればよかっただけで。もう友達から写真が送られてくるたびにテンション下がる。マジで後悔しかない。何をするかわからない女なんだ。まあおばあちゃんのご飯美味しいからいいけどさ、適当に洋服買ったから後でお金返しといてよ。わかったよ、じいちゃんばあちゃんによろしくな。オッケー。数時間後。マリカ？あ、はい、誰ですか？ママよ。え、バケモン？ん？バケモンって？私の卒業式に乱入して私からお金を巻き上げようと思ってたんでしょ？あんたのせいで卒業式に出られなかったんだから。そんなことをするわけがないわ。別にいいんですけど、パパが助けてくれたし。でもなんで私の LINE してるの？昨日あなたのお友達に聞いたら教えてくれてね。卒業式だったのよね。おめでとう。友達？誰？ミサちゃんって言ったかしら。あいつ。どうしてもあなたと連絡を取りたくて、勝手なことしてごめんなさい。子供を捨てた極悪人が今更何の用ですか？え、何を言ってるの？酒に溺れて1歳の私を捨てたんですよね。まあまあ最低ですよね。何のこと？パパからそう聞いてるの？そうよ。よく子供を捨てられますね。私は絶対そんなことしない。私だってあなたを捨てたりなんかしない。は？今更何言ってるんだか。言い訳するなんてそれでも大人ですか？マリカ聞いて、私は産後鬱になってしまって入院してたの。え？
退院して戻ってきた時には家は空っぽ、誰も住んでなかった。捨てられたのは私なのよ。嘘ですよね。本当よ。その後やっとの思いであなたたちを探し出したわ。やっと見つけたけど、夫と義母からそんな心の弱い女は母親になれないと言われて、無理やり離婚させられたのよ。マジ？どちらかといえば酒癖と金遣いが荒いのはあなたのパパだったの。そんなあの人にあなたを預けるなんて不安でたまらなかった。パパは家じゃ飲まないよ。外で飲んでるはずよ。マリカに悪影響を及ぼせば私は仕送りを止めると言ってあるから。仕送りって何？なんでママがパパにお金を渡してるの？自分がうつ病になったせいで子供を育てられないんだから金を払えと言われたの。そんなの聞いてない。ねえ、どっちが言うことが本当なの？いきなり連絡してきて信じろという本が無理よね。作家の武藤千恵子って知ってる？知ってる。読んだことあるよ。私なのよ。まさか。あなたを失ってから生きる気力を失ってた。でもその時に何気なく書いた小説が新人賞を取ったの。武藤千恵子ってベストセラー作家だよね。そんな立場の私がこんな適当な嘘をつくと思う？小説家だから嘘が上手いって説もあるよ。信じて。嘘じゃない。私が小説家になって売れた頃、パパからの要求がどんどん大きくなっていった。パパ稼いでるでしょ。なんでお金もらう必要があるの？ギャンブルだと思うわ。は？土日家にいる？いないよ。仕事や出張やゴルフでいつも出かけてるもん。あの会社に出張もゴルフもないわ。嘘。騙された。私は養育費も合わせると月に30万は送金してた。そんなに？あなたはそれに見合うだけの生活を送れてた？パパは厳しかったよ。月3000円のお小遣いで欲しいものは貯めて買ってた。でもそういえばおばあちゃんはやけにブランド物を持ってるな。グレなのよ、あの親子は。ばあちゃんまで？もう信じらんないよ。二人とも優しかったよ。あなたが最低限幸せな生活を送っていれば、私からお金が取れるからよ。お金のために引き取られて育てられたってこと？そう。でも私を連れて逃げた時はママはまだ小説家になってないし、お金持ってなかったんでしょ？うちの実家が裕福だからお金は最初から要求してきたわ。小説家になって要求額が増えただけで、やってることは最初から変わってないの。私のためにそんな大金を17年間も払ってくれてたの？当たり前でしょ。愛してるもの、誰よりも。でもなんでわざわざ北海道まで逃がしたんだろう？私、行事があるたびにこっそり見に行ってたの。入学式、運動会、全部見てたわよ。本当？だから今回も私が現れると思ったのよ。もし私が余計なことを言えば、あなたが大学を出るまでの残り4年分のお金が入らなくなる。18歳にもなれば何が本当か話せばわかるでしょ。私を、あなたを遠ざけるため躍起になったのね。そんなことのために私のせっかくの卒業式が。マリカ、ママと一緒に暮らさない？その前にパパと話す。自分自身で確認する。それがいいかもしれないわね。また連絡するよ。待ってるわ。数分後。パパ、今いい？いいぞ、どうした？ママからお金もらってたって本当なの？何を言ってる？誰にそんなこと言われたんだ？誰だっていいでしょ、本当かどうか聞いてるの。そんなわけないだろ。金を要求してきたのはあっちだ。もう何が本当なのかわからないよ。どうして大人は嘘をつくの？マリカ、本当なんだ、信じてくれ。私家を出るわ。何言ってるんだ、一人暮らしなんてまだ早い。心配するふりして、本当は私が家を出るとママからお金がもらえなくなるからなんでしょ。おいおい、さっきから何言ってるんだ。誰に吹き込まれた？全部知ってるの。正直に言った方がいいよ。パパは嘘なんかついてない。じゃあ土日は何してるの？仕事だよ。接待ゴルフに出張。お前のために働いてるんだ。分かってくれてるよな？嘘つき。ゴルフも出張もないくせに。え？全部知ってるの。もう嘘つかないで。ちょっと待ってくれ。まさか千恵子から連絡が来たのか？さっき喋ったばかりよ。あいつは嘘つきだ。信用するんじゃない。そうね、どっちかが嘘ついてるよね。もし17年間も私を騙してたとしたら、私はパパを絶対に許さないよ。マリカ、頼む、信じてくれ。本当に信じていいの？
もちろんだ。パパは一切嘘なんかついてない。はあ、がっかりだよ。なんでだよ。ママと LINE 終わった後、写真が送られてきたの。なんの？パパからの手紙。は？いつも30万助かってる。今月はマリカの中学入学だから50万に増やしてほしい。それはパパの字だよ。だからそれはまだ言い訳する？マリカ違うんだ。お前を育てるには思ったよりも金がかかるんだよ。私贅沢なんかさせてもらったことないけど、いつも回るお寿司だったし、誕生日プレゼントだって3000円の図書カードだった。高校だって公立だし、大学も国立にした。それでもいろいろといるんだよ。おばあちゃんは贅沢してるよね。こないだシャネルの新作買ったの知ってるよ。調べたら年金なんてそんなにもらえないじゃん。おかしいでしょ。悪かった。認めるんだね。ああ。ギャンブルも？そんなことまで知ってるのか。大して可愛くもない娘を金のためとはいえ育てるの辛かったでしょうね。そんなことはない。マリカのことは愛してる。そんな薄っぺらい言葉聞きたくないんだよ。本当なんだ、信じてくれ。嘘つきの言葉なんか信じるわけないでしょ。そんなことは言わないでくれよ。あんたのせいで私は一生の思い出を棒に振ったの。卒業式に出られなかった恨み一生忘れないから。悪かった。本当にすまないと思ってる。私ママと住むことにしたから。は？一緒に住もうって言ってくれたの。ダメだ、お前はうちに残れ。まだそんなこと言ってるの？仮にうちに戻ったとしても仕送りなんかさせないよ。千恵子には私立大学と言ってあるんだ。国立との差額でまとまった金が入るんだよ。最低。借金が膨れ上がって支払いが追いつかない。パパを助けると思って頼む。マジでありえない。ばあちゃんのブランドバッグでも売ればいいじゃん。あの強欲ババアが売るわけねえだろ。強欲親子でお似合いだね。マリカ、お前は金を産む子なんだよ。頼むからパパを助けてくれよ。この18年間幸せだと錯覚させてくれたことは感謝してる。でもこの裏切りは許せない。私を傷つけたことを謝罪しないあんたに今吐き気がしてるよ。金がいるんだ、助けてくれよ。私は今からママと失った18年間を取り戻す。あの18年より幸せな数年を過ごしてやる。あんたらは借金地獄で苦しめ。マリカ、え、ブロックしたのか。やめてくれ、パパを助けて。後日談。パパは借金取りに捕まってマグロ漁船に乗っているとか。おばあちゃんは染みついた贅沢病から抜け出せずかなり苦労しているそう。北海道の祖父母は何も知らなかったようなので全部教えておきました。あの日ママは空港まで迎えに来てくれました。顔は私にそっくりで綺麗で気品のある人で、会った途端抱きついちゃいました。ママの住む豪邸に入った時はびっくりしたな。いつでも引き取れるよう私の部屋を用意してくれてたのを見て、この人は信用できると確信したのです。今はママの家から大学に通っています。ママは回らないお寿司に連れてってくれるけど、たまには食べ慣れた回るお寿司も食べたくなっちゃうのってなんか不思議ですよね。お金のためとはいえ幸せな18年間は過ごせてたわけだし、なんか微妙な気持ちです。でも今が一番幸せです。母親の愛情を独り占めできるので。